湯けむり昇る瀬波温泉。その温泉街にお土産の虎屋はあります。土産物店ならではのおもちゃやキーホルダーに興味津々。思わず欲しくなっちゃいますよね。キーホルダーとか、自分に買うの？誰に買うの？自分に買うの。近くに地酒や温泉まんじゅうのお店もありますが、土産物店としては温泉街唯一。創業60年余り。今は2代目としてご夫婦2人で切り盛りしています。旅館さん、宿泊施設の他に町にこういうお店があったりすると、お客様も遊んだり、喜んだりしていただけるもんですから、もうそれこそ宿泊施設の皆さんとか町の中ではもう一体だと思ってます。幅広い品揃えの中にはもちろん地元を PR するこだわりも。酒浸し、酒料理だと馬煮、それから焼き付け、このようなものがやはり出ますね。はい。店先には温泉卵を作る温泉を引いています。その温泉を使って去年オリジナル商品の美容液やミストを開発、瀬波温泉の PR の一つとして販売しています。やっぱり温泉は通年の魅力ですのでね、高温で、それこそ95度なんですよ。で一応湯量も豊富ですしね。はい。お盆はもちろん書き入れ時です。周辺の宿泊客や海水浴客などが訪れます。以前は温泉街に数軒あったという土産物店が店を閉めた中、店を守り続けています。観光地なので常連客さんが少ないんですけども、帰省されたお客さんが毎年来てくれたりとか、本当にちっちゃかったお客様のお子様がだんだん大きくなって、高校生ぐらいになってもずっと毎年来られてるのがあったので、その辺は楽しみでもあり、またお会いできるのが。しかし今年はいつもと違いました。今月初めに県北部を襲った豪雨、村上市は大きな被害を受けました。瀬波温泉の海水浴場も大雨の影響でたった1日でこれだけの量の流木が波打ち際に流れ着いたということです。一時遊泳禁止になるほどの流木に覆われました。すぐに再開されたものの、宿ではキャンセルが相次ぎました。行っていいんでしょうかっていうお声もありますけれども、いえ、全く瀬波温泉おかげさまで被害がないので、どうぞいらしてくださいということでご案内させていただいてますね。はい。そうして迎えたお盆。複雑な思いも抱えながら、瀬波温泉を訪れてくれる人がいれば、村上の活性化にもつながると観光客を迎えました。なかなかお手伝いできないというのが本当はジレンマで、せめて少しでも私たちも元気を出して、それで皆さんにも元気になってもらいたいと。この日も突然大雨に。沢さんは
お客さんの車を横付けさせようと声をかけに走りました。いつも通りのお盆というわけにはいきませんでしたが、この夏もさまざまなお客さんが来てくれました。こう村上来られてるのって何か理由きっかけとかあるんですか？海が綺麗だからですかね、はい、もうずっと長年来られてる？そうですね、毎年来てますね。お土産はマグネットとか、そういう友達にあげるものとかですかね。毎年来られたら何かしら買っていかれますか？そうですね、あとそこで鮭買ってきます。生まれたので会いに来たんですけど、ここよく帰ってくると通ったりしてるんで、はい、あんな後ですが村上もうちょっと元気になってもらったらいいですかね。そうですね、いいところなので、はい、夏は終わりかけていますが、厳しい残暑も。流木が撤去され、綺麗な浜辺を取り戻した海には先日も海水浴客の姿がありました。豪雨被害を受けた各地が少しずつ前に進もうとしています。先ほど工事する前まで流れてきてますね。そうですね、こちら一番端っこの方のお部屋なので、復興したら本当すぐまず電話くださいということで、すぐ泊まりきますからっていう声は、はい、たくさんいただくので、それが何もありがたかったですね。全国の応援してくださる方がご連絡をいただいて、そういう方々に背中を押していただいているというのがすごく励みをいただきまして。夏が終われば秋の行楽シーズンです。瀬波自慢の夕日がますます綺麗に見えるといいます。9月って実は夕日が一番綺麗な月なんですよ、はい、ですのでその夕日を見にぜひお越しいただいて、なおかつ、被災者の皆さんにもちょっと心を持ってもらって、で頑張ってくれという本当に応援をいただけるようになってもらえればなと思います。